はい、お疲れ様です。ゆうた14です。どうも、自称プロです。10月にドイツで行われる世界大会に出場するんですが、そのうちの6クランがね、8チーム中6クランがねプロのチームということで、僕らはちょっとまだというかプロではないんですが、もうそんなにプロ出るなら僕らもプロ名乗っちゃっていいんじゃねというね、謎理論でやっていきたいと思います。はい、今回やっていきたいのはタウンホール10のクイヒーラバルになってるんですが、自分は昔からタウンホール10のクイヒーラバルはすごく得意で、いろんな大会で結果を残してきました。直近ですと CWL のプレミアのタウンホール10部門で前回ランキング1位になることができました。こけたうちの1本が回線切れというね、あれはちょっとツイッターとかでもツイートしてたんですが、なかなかこれはイラつくわみたいなね、ツイートをした覚えがあります。はい、このアタックたくさん前回取ってきたんですが、ほとんど自分のアタックはクイヒーラバルでのアタックになってました。クイヒーラバルは配置によっていろいろなパターン、いろいろな攻め方ができるので、これ一つね、基礎を覚えておくとかなりレパートリーが広がるんじゃないかなと思います。で、今回はね、教科書シリーズということで、第2回教科書シリーズということで、第1回はねボマーライドラの戦術をご紹介したんですが、今回はクイヒーラバルというわけで、いわゆる特殊なクイヒーラバルではなくて、基礎の基礎、タウンホール10の基礎のクイヒーラバルをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、タウンホール10のクイヒーラバルなんですが、タウンホール9時代でねクイヒーラバルをやってたけど、タウンホール10になったら急に取れなくなったみたいな声をねたくさんツイッターとかでも見かけます。何が違うかというと、やっぱりインフェルノタワーですね。マルチ IT が5体のバルーンをたげってくるわけなんですが、そこに対しての対処法がないとなかなか厳しくなってきます。なので、できるならばクイヒーパートでマルチ IT は追っていきたい、優先度はかなり高い防衛説になってきます。個人的にクイヒーラバルをやる上での壊しておきたい優先順位を作ってみました。第1位、クイーンですね。これはまあ一番大事じゃないでしょうか。敵の防衛クイーンです。はい、まあ、正直ソラパートにスケルトンを積んだり、兵器パートを使ってねラバルパートに組み込んで兵器の中身でクイーンを処理するとか、そういうのはあるんですが、今回やっていきたいのはあくまで基礎のクイヒーラバルなので、そういったのを除外します。はい、一番大事になっていくのはやっぱり敵のクイーン、ここをねしっかり切ってあげることで確実にラバルが回せる、そのような状況を作っていくのが大事かなと思います。続いて防衛援軍ですね。これも相手の援軍がラバルだったりゴレだったりとかで、それを無視するような使い方っていうのはもちろんあるんですが、そういうのはあくまで例外で特殊なクイヒーラバルでやって、今回やっていきたいのは基礎なので援軍処理も絶対やっていきたいです。ついでこれ意外かなと思うんですが、エアスイーパーになってきます。インフェルノタワーではなくてエアスイーパーが大事になってきます。なぜかというと、スーサイドラバルではねかなり呪文が多く持てるので、ある程度エアスイーパーを無視した空とかもできるんですが、クイヒーラバルの場合基本的にクイヒーパートに何枚も呪文を使うことが多いので、呪文は少ない枚数で空を回せなきゃいけません。そうなった時にエアスイーパーをから無視するような空を回してしまうと、かなりそこで呪文を必要とするわけですね。もちろんそれでもいけるパターンだったり、それでもいいような組み方もあるんですが、基本的にはこのエアスイーパーには逆らわない状況を作り上げて、呪文をなるべく必要な箇所だけに使うようなプランにする方がいいと思います。はい、でついでインフェルノタワー、対空砲、ウィズ島とこの辺がつながっています。この中だとインフェルノタワーが一番優先度は高いかなと思うんですが、もちろんタウンホール10のウィズ島も硬くてダメージ量も高くて、はい、で対空砲に関しては正直何本折れたらいいとかそういう基準ではなくて、ラバル回しが回しやすいかどうかで決めるのが一番かなと思います。それではね、早速具体例を見ていきましょう。はい、早速こちらの配置を見ていきましょう。このアタックは初見で取ったアタックになっております。まずは最初に言った優先順位1番なんですが、相手のクイーンですね。相手のクイーンを処理していきたいです。ここにいますね。で防衛援軍でエアスイーパーをこういう向きで吹いてるわけです。はい、エアスイーパーを無視した空を展開していきたいというのが大前提でやっていきたいので、こういう流れ、もしくはここにクイヒーを入れて
こういう流れ、まあ、基本的にはこの2つかなと思います。もしくはこの区画に入れてあげて、ここへジャンプでクイーンを処理して、このエアスイーパー両方を取ってあげることで、どちらから空を回してもいいような状況を作り上げる、まあ、こういったことも可能なわけですね。こういう風にね、少し考えるだけでも幅が広いのがクイヒーラバルの特徴になってきます。まあ、そうやって考えていくうちで、どれが一番確実か、どれが一番取れそうかっていうのを考えていくわけですね。で、クイヒーの誘導もそうなんですが、ジャンプを使ったり、ウォールブレーカーを使ったり、クエイクを使ったり、これはね、あくまで手段であって方法に過ぎないですね。どれが一番配置に合ってるか、それを選択するだけで、その基準というのは自分の中でクイヒーラバルをやっていけばどん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 見えてくるかなと思います。今回はウォールブレーカーで穴開けを選択していきました。どうでしょうか、この配置いくつかね見えてきたんではないでしょうか。今回自分の取ったルートはこういう穴開けになってます。はい、簡単に説明すると、クイーンをこういう風に誘導してあげて、このクロスボウ3機を全て破壊で、ここのマルチ IT もここから届きますね。で、エアスイーパーも1本処理できるので、こういうクイーンパートができます。残った空パートに関してはかなり綺麗な L 字が作れてるかなと思います。で、対空砲4本残ってしまって大丈夫と思われる方もいるかもしれないんですが、対空砲の距離がかなり近いのでラバが結構少なく済みます。対空砲と対空砲の距離が近いので、バルーンがすぐどん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 落とされる前に、すでに次の対空砲へどんどん追いついてしまうというようなことですね。さらにこういう区画はフリーズがすごく刺さりやすいので、フリーズを持っていってあげるとすごく前回が取りやすいです。で、ここに関してはキングが壊してくれました。で、ボマーパートなんですが、こういう風にまずはボマーだけで進めていきます。で、ラバーを逆サイドこういう風に出してあげて、この辺のテスラのケアをしていきます。なおかつテスラがなかった場合は、直接バルーンがねマルチ IT にさせるエリアでもあるので、まあとりあえずね、マルチ IT の区画がこうなってる時は赤風船が置いてあることがかなり多いです。赤爆弾結構バルーンに当たってしまうとダメージは高いので、先に処理してあげましょう。クイヒーラバルの場合はね、ヒールを積むことがかなり難しくはなってくるので、この辺のケアをしていくことが大事になってきます。1本目の対空砲に関してはボマーを使うことでラバ代わりにしつつ、ボマーから出てきたバルーンで突破していき、2本目の対空砲からラバでケアしていくと。で、ヘイストヘイストとフリーズで一気に乗り切っていくことができます。で、最終地点に関しては生き残ったクイーンと空が合流しての全開と、こういうようなプランになってました。それではね、一回リプレイの方を見ていきましょう。はい、それではリプレイ見ていきましょう。さっき言った通り、7時側からクイヒーを始めていきます。で、6時側のね、アーチャータワーの竹を取ってるので、ゴブリンをタウンホールに出してあげて、時短を少しやっていくような流れですね。で、この辺少しテスラスペースも多いので、ベビードラゴンとか使ってね、まあ、軽く左側の外周部にテスラが生えないかどうかっていうのはチェックしつつやっております。で、このゴブリンも後々テスラスペースを通るので、それも含めてのゴブリンの採用ですね。で、ウォールブレーカーチェックで何も反応しなかったので、テスラはないと踏んで開けていきます。で、右側ね、左とは違うようなところにテスラが入る可能性もあるので、キングを出してフォローを使ってあげて、2層目のウォールブレーカーで、かなりね、これちょっと遅かったですかね。レイジは遅かったですね。迷ったところがあったので、クロークを使うような形になってしまいました。で、対空砲のないエリアっていうのは基本的に兵器がありのタウンホール10ではボマー対策にね、ホーミングを置いてることが多いので、ボマー対策用の、ホーミング解除用のバルーンを出してったんですが、外れで、こっちはね、しっかり当たることができました。ボマーの前に出したバルーンはしっかり効くことができました。でも、すでに12時がガゴ、アーチャーを展開してたのでテスラが見えてるんですよね。まあ、それを含めて12時側からラバルを開始して、テスラのある程度把握した上で空を始めることができています。で、さっき言ったように1本目はボマーで取ってあげて、2本目3本目はねラバで確保してあげつつ、フリーズでフォローしてあげたので、ラバが1体でも対空砲4本に対して対抗できたような形ですね。で、最終地点にはクイーンとフリーズを固めたバルーンが合流してあげての全開になってます。まあ、なんとなくさっき言ったプランと照らし合わせて見えたでしょうか。
はい、続いての配置を見ていきましょう。こちらの配置になっております。シンメトリーの配置ですね。マルチ IT がかなり外側の寄りに、外目に置かれてますね。この外周部かなりかかるように置かれています。で、対空砲も2本セットで、で、クイーンがここですね。で、一番大事といった、まあ一番とは言ってないけど、エアスイーパーの向きはこうなっております。はい、まあ、なのでエアスイーパーを壊しに行くか、もしくはエアスイーパーに逆らない空をやりたいんですが、このエアスイがね、このマルチ IT の方を向いているわけですよ。これはちょっと厄介ですね。つまりクイヒーでエアスイーパーをどっちか降りに行って、あ、両方降りに行ってエアスイーパーを無効化するか、もしくはエアスイーパーから真っ向勝負するような空をするか、もしくはエアスイーパーに向けて先に空をしてあげる、このこういうような展開になるかなと思います。で、自分が取ったのがエアスイーパーに逆らないように、エアスイーパーから空を始めてあげるような空をすることを決めました。もちろんね、エアスイーパー2機を取りに行ってもいいんですが、そもそもこの区画に入れるのが少し難しいというのと、入れたところでこの部屋からはマルチ IT 両方取れないので、し、対空砲がちょっと離れ離れの、少し空がやりづらいような残り方をしてしまうので、それはなしかなというような判断でした。今回はウォールブレーカーではなくてジャンプを使ったクイヒラバルになります。基本的な流れで言うと、クイーンをここから持ってって、こう誘導、ここに対してジャンプを使っていくわけですね。で、キングを外周部投げてあげて、空をこっちから始めてあげることでエアスイーパーを無効化していく流れです。基本的に僕のクイヒラバルはラバが1体であることが多いのですが、今回はラバを2体でやることにしました。なぜかというと、かなり空が重いと感じたからですね。クイヒーパートで、まあおおよそこのぐらいは壊すことができるんですが、残ったのがこのクロスボウ3機だったり対空砲2機、特にクロスボウ3機とかもすごく重いですね。上の方にちっちゃいアーチャーター、これも最強防衛施設なので残ってて、対空砲2機にしっかりマルチ IT がかかる位置で置かれているので、ここもバルーンが、対空砲壊しに行ったバルーンも一緒に被弾をしてしまうので、ラバだけでは竹が取れないと。今回特に違うのが、ジャンプをねクイヒーパートで使ってしまうので、先ほどはジャンプを使わなかった分空に2枠自由に使えたんですが、今回は使えないので、フリーズもあまり持てない、ヘイストも少ない、2枚でゲーム回せなきゃいけないというような条件なので、ラバを2体にすることにしました。クイヒーパートでここを削ってあげることでエアスイーパーはこう吹いてるんですが、ラバ1体目をこっちから出してあげる、ラバ2体目をこっちから出してあげることで、この迫撃ウィズ島っていったバルーンがこの、あ、エアスイーパーを破壊してくるような流れですね。こうすることでエアスイーパーを実質無効化する流れになっております。はい、クイヒーラバルが大事なのはエアスイーパーです。はい、で、こちらこちらこちらと、で、序盤のバルーンをここに集めてあげることで、このエリアを突破していきます。ここがまずラバルパートです。で、ここからはボマーパートなんですが、ボマーをここから刺してあげることで、残り実はもう複数ターゲットの防衛室がなくなってるんですね。クロスボウ3機があるとはいえ、全てもうボマーとボマーから出てきたバルーンで押し切れる防衛施設の数になっていると判断したので、全てのラバルをこの序盤のここを壊すためだけに使っていくことを、そういうプランにしました。こういう風にね、空のパートでの使い分けっていうのも少し大事になってくるかなと思います。で、こちらもね、初見のアタックになっていたんですが、このちっちゃいアーチャータワーの近くにテスラはあるだろうなと踏んでいたので、ボマーを、それも含めてボマーをここで使いたいというような判断ですね。他にもね、まあいろんなプランたくさんあるのがクイヒーラバルにはなってくるんですが、一番安定感のある全開が取れそうと思ったのはこのプランでした。いかがでしょうか。だんだん見えてきたでしょうか。それではね、リプレイを見ていきましょう。はい、事前にねプラン説明をしている分、少し踏み込んで自分のアタックを見ることができるんじゃないでしょうか。ここはこうした方がいいんじゃないかとか、なるほどね、それそういうことなのねというような見方ができるんじゃないでしょうか。正直これは右側に、3時側にクイヒーは向かうだろうなと思って出したですが、対象陣なのでね、逆へ行っても大丈夫だったんですよね。まあこの時点で、まあ右に行くだろうなとは、まあ
右利きそうですよねっていうのは分かってました。はい、まあですがね、逆側行ってもいいように両サイド同じようにサイドカットはしつつクイーンの動きを見守ってる状況ですね。でキングと当たるところでレイジを使って祭壇を打って、はい、右に行きました。でキングでサイドカットをしてあげてジャンプで道を作っていきます。クイーンがねしっかり外周部に膨らまないように直線で入ってくることができたので、援軍より先にクイーンと当たることができました。でこの角度で入ったことでマルチ IT からも一番ヒーラーが遠い位置で当たれることができるのがわかるでしょうか。マルチ IT とね対角線上にヒーラーがセットされてますね。でラバルパートのスタート、ラバル出してバルーン出してガゴ出してなんですが、回収のガゴを早く出しすぎたせいでアーチャーターの竹が一瞬ガゴに入ってましたね。でこのように、まあ、かなり忙しい展開にはなるんですが、エアスイーパーをここで破壊することができました。もうそうするとエアスイーパーに逆らわない空ができるのでこの状況です。はい、でそうするともう範囲ダメージの防衛施設が1個もないので、残しておいたヘイスト一発を使って全開と、空パート始まってからは1機の全開ですごく忙しかったんですが、かなりプランが良かったなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあなかなかね2つだけのリプレイでは少し難しいところもあるんですが、やっぱり、ね、幅が広く異分いろんな選択肢があるのがクイヒーラバルの特徴で、そこがいいところでもあるのでね、まあ簡単に説明は難しいんですが、まあより凝縮したもう一本をこの次回はレジェンドリーグのアタックをやっていきたいんですが、その次に後編としてタウンホール10のクイヒーラバル教科書をもう一個作っていきたいと思ってますので、そちらの方も合わせてご覧ください。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。